大阪にしたら珍しい。珍しい。カリッカリで。俺、タコ使ってるな。リオール。はい。新食。新食。6月18日から何も食べてないですか。今夜私が10円しかないです。そう、お優しい優しいマジで最初だな。火のために俺たち人間の未来は俺たち人間が決めんだよ。時計すごいっすね。時計すごいっすね。いつもやろ。ローレン、グッチャ、ローレン、はい、ディオール、はい、アイフォン、はい、で、ブランドセイク、はい、ディオール、はい、新色、新色、ほんで、これ何ですか、売り物なんですか。これ何ですか、売り物なんですか。これね、ほら、手を取るわ。本当だ、これ何ですか。ホッシー、ホッシー、ホッシー、欲しくない欲しいブランド。あ、へぇ、まあ、手打ったやろ。すごい。実際なら行ってもありがとうございます。すいません、ちょっと急いでるんで。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。この日も変わった、まあ、変わった人が大阪が多いってことだもん。なんか飯入ろうやな。串カツはとりあえずパカッて一本二本食べようか。はい、何餃子の王将の何本場大阪王将。そういう風に設計してるの。すぐ入れる。寿司。いや、そっちかな。まだまだ。真ん中。フチの方がいい。ショー、ショー、ショー。リーショー、ショー、奥に。喋れんじゃん、この二人が。喋りゃいいよ、別に。喋る？全然喋りますよ。喋ってみよう。喋ってない。今日何回喋ったんじゃん。もうずっと慣れてるから。完全に、ね、嫌いになっちゃえば多分いいと思う。まだ楽だと思うんですよね、気持ち的には。うん、そうそうそう。まだそこまでいけてないから、本当このままじゃ多分自分も壊れると思って多分決断した言葉がそうだ。そういうことだよね。そういうふう。そういうことだよね。何があってもあなたと一緒にいたいですって言えるようになる。多分そのやっぱりまだ好きと思えるなら。今はね、わかってます。いいよ。ずっとリーショーした。俺もそれ自体にイライラしてカメラも稼いでたからぞ。ずっとリーショー撮ったのもね、地味になってるんですよ。カメラもね、やる気がねえもんね、こっちで撮ってなあ。とりあえず餃子だけ頼むぞ。なんか他に食べたいものある人ないです。とりあえず餃子だけ。また次行くんすよ。もう一軒ぐらい。俺自分の感覚がもう気に入らんもん。見よう、後ろでタッ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 タ普通に喋る。お前は職場になったら20歳だぞ、ジャッカーが言ってこれが女らしい。まあでも年齢は一つの女の子なんで年齢関係あるだろ。じゃあ俺45でお前20歳みたいにブチ切れとったらどうすんの。それはでも僕はついてきます。ついてこったらお前そんな俺がってそこら中のやつボコボコに殴って歩き回っとったらお前20歳みたいにおかしいだろお前。
ついてこんでしょうか。とりあえずこれついてきます。本当かったよ、めちゃくちゃやわ。先に行くんで僕らが。まあまあ先に行くよ。全然行かへんがよお前ら。 YouTube カメラ意識してちょっと喋りかけへんの。俺だけだから意識して、お前変なおじさんに喋りたくないけど喋っておの。ちょ、喋りたくねえよ、まあ、なんですよマジで。でこれ何すか、売り物なんすか。これ何すか、売り物なんすか。これでほら、で、ほら。これ本当だ、これ何すか。いる？ありがとうございます。リュウジこだわりありそうだよ。勝手にやったらね。入れたろうかな思ったけど、リュウジこだわりありそうだよ。やめたの。昨日のことあんま食わない。焼肉自分で焼きてるとかなんか言うな。せーの、いただきます。暗いな、この人の声だから。いただきます。みんな元気ない声だし。使えるんだ、食べるの。ダサンね。めちゃくちゃダサン。めちゃくちゃダサン。出してきたもん。コメント欄で押しと聞きたいな。ここ美味しいよ、何々美味しいよ、うん、あ、ちょっと残っちゃうよ。残すのよ、これなんか負けたみたいな。何かに負けたみたいな。誰に負けたのお前は。足に負けてます。誰に負けたの。いいやつ。ありがとう。じゃあ行きましょうか、はい。まあ、じゃあ2軒目ね。次、ああ、どこか行こうか。カップルさん専用だね。誰も入れるやつはいないな。残念な。あ、ああ、たこ焼き行けるじゃん。まだもうちょっと向こうまで行けるだろう。手前でしょ。これぐらいだったなら僕か。そこの前落ちてなかったらお前ボコボコにするぞ。僕も聞いただけなんだよ。食べたことないの。一回あるっすけど、うん、やっぱ普通味が分かんないです。普通のたこ焼きっすよ。あ、ほんと。なんかふわっとな、美味しいとか。なんかカリカリ中ふわふわだったら、ただ、分類が違う。あ、いいよな。好みにもよる。あ、中食べれるじゃん。中行けるか、正直に。上も食べれる。上も行ける。食い倒れの飲み倒れだから。よし。はい、オッケー。食ってばっか、飲んでばっか。よし、食べよう。いただきまーす。食べて、僕じゃぽカリッカリで、カリッカリで、そんなカリカリだね。なんだそのカリッカリだやつが。今熱くて食べれん、熱すぎて、熱すぎて食べれん、熱すぎて、こんなもんじゃない。暑いよな。ピーチ。明太マヨチーズのせだもん。あ？初めてだもん。な。なんで？チーズなんか。いや、明太。そう。嫌いなもん多すぎるね。こいつまあまあ嫌いだよ。嫌いとか好きとかじゃなくて、あの、食いたいか食いたくないかを判断してます。明太子も別に食えるんですけど、食いたいか食いたくないかで判断しちゃうんで。食いたくないものが嫌いなものに入ってくっていう。いや、食えるんですよ、普通に。普通に食えるんですけど。うん、うん、うん、ただもうなんかもう35歳になって嫌いなもの食いたくないっていう。子供だよ。嫌いなもんないの？リュウジ。パクチーぐらい。パクチーは、パクチーはもうあんなくてね。パクチーだけ？パクチーだけ。はい、師匠、お前嫌いなもんは？お前ポン酢食ってないの？嫌いなもんないの？マジで何でもいける？ポン酢のしょっぱいかして嫌いなもんはお前好き嫌い結構いいな。何嫌いなもん何？野菜と野菜？魚介類も嫌いだし野菜は食べた方がいいよ。
食レポ、食レポお願いします。食レポお願いします。うん、このたこ焼きはね大阪にしては珍しい。珍しい。どういうとこが珍しいですか？あんまりちょっとカリカリしてない。カリカリしてない。カリッカリで中はドロ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 。あ、これタコ使ってるな。小麦粉とタコ、だし使ってるわ。だし使ってる。リュウジ、正解？正解。正解？その通り。その通り。多分これ誰でも分かるな。よし、行こうか。準備時間だね。はい。飯食わない。これから、これちょっと本当ね、20社ぐらい集まって、次回、この動画の続きになってるかどうかわからないけど、次回20社、飯食わない。また名古屋の飯食わない。またちょっと違う雰囲気の様子で、できると思う。そちらの方も見てください。よろしくお願いします。お願いします。それでー。